本日はとある日の Vlog をお届けいたします。どっちにしよう。チョコレートか、ビリケか。チョコにしようかな。ベリーにしよう。コーヒーとクラッカーって言っていいの？クランキークッキー的なやつ。さっと朝ごはん食べます。ミントとゴーヤ。昨日ちょっと雨降ったからそんなにお水はいらなさそうだ。今日も元気です。美人さんだよ。到着。はい。Vlog。かっこいい黒、まえさんでーす。まんべんなく撮る。今から撮影でーす。ココさんもいまーす。三人と、あと、韓国の人たちと、パイナップルケーキ作りまーす。撮影中でーす。オーブンに入っていきます。然后如果它偏甜的话，我们就柠檬汁。那偏……哇！泡的甜，泡的甜，哦，太香了，真好吃。みんなで作りました。はい、終わりです。帰ってきました。楽しかった。パイナップルケーキ屋さんのところでパイナップル作り体験取材、なんかテレビの撮影するらしくて、それの体験の人員として呼ばれてました。まあ、美味しいタイナックル食べれるので嬉しいんですけど、出来たてめっちゃ美味しいよ。普通のも美味しいけどね。こうやって作りました。ぜひぜひ台湾にもし来られる際は行ってください。でね、日本への販売も考えられてるみたいんだけど、売り方がなんかどうしたらいいかって言われてて、どうしたらいいんだろうね。なんかラバンのところのパイナップルケーキ代わりに売ってくれる方いらっしゃったらご連絡いただけると私ラバンに伝えますんで、はい、でお昼なのでお昼お弁当を買ってきました。今からお弁当を食べて仕事をしてブログを書いて、そんな一日を過ごします。ちょっと今日は忙しいです。ちょっと溜まってる仕事があるんで。あ、今日一緒に体験したブロガーの方々は概要欄のところに情報を入れておくので、ぜひ見てみてください。彼らのブログもめちゃめちゃ面白い。めちゃめちゃ面白いから、もうめちゃめちゃ面白いから、もう3回言ったからね。では今日の Vlog はここまで。またなんかイベントとかどっか行く用事があれば Vlog 撮ってみようと思います。結構もう気軽にいろいろ撮
取って出し的な感じでやると思うんで、そんなあの細かく中身気にしないでください。あ、なんかリエさんなんかやってるなぐらいで日常を覗いていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくね。バイバイ。